先週アメリカが利上げを実施しました日銀も実質利上げを実施しました日経平均どうなるんでしょうか私の考えをお伝えします7月31日日本株投資戦略レポートをお届けします楽天証券久保田ですえ今日の内容ですけども先週アメリカが利上げしてえ日銀も 実質利上げをやったということで金融が引き締まってくるわけですけどもアメリカの景気に対する不安が低下したソフトランディングの期待が高まって株高になってきているということなんですがその現状と先行きについて私の考えをお伝えしますで、えー、と今日はですね日経平均とニューヨークダウを比較したこちらのチャートをご覧ください DAO はドル建て日経平均は円建てですけども、まあ、両方とも同じグラフの上に載せていますで。ご覧いただくと分かるわけなんですけども2022年はアメリカニューヨークダウですね最初は市場最高値つけたんですけども深刻なインフレと利上げによって米景気が悪化するんじゃないかっていうショックでずっと下がってたと。 まあ日経平均は堅調でしたけども米国株が弱いという中ですねで足元はえ今度はまあ日本株リオープン経済再開によって内需が拡大してくるまたインフレが復活したことによって名目 GDP の伸びが加速してきているそれと自社株買いが増加する期待があるといったまあ日本独自の構造変化に対する期待から 外国人のので日経平均の上昇例えばその間、まあ、米国株はさえない動きが続いてたんですけれども足元ですね米国株も上昇が目立つようになってきたわけなんですけど実は先週ですね7月26日にアメリカ FRB が利上げをしたんですけどその利上げをした日も ニューヨークダウは上昇していてそれでニューヨークダウが13営業日連続高になったんですねここのところなんですけれども13連投っていうのは36年ぶりの珍しい記録なんですアメリカが利上げが続いているっていう不安がある中で米景気はまあしぶとく好調。 米景気ソフトランディングの期待が高まっていくということで金利に対する不安があるけど景気しっかりしてるっていう中でじりじり上がっていったってことですねこれニューヨークダウン一気にあの1日で大きく上がっちゃうとテクニカルに反落するっていうこともあるから13日も連続で上がらないわけですよね連続で上がったっていうことは不安もある中でじりじりじりずっと上がってきたっていうことです。で 先週ですね FRB のパウエル議長が米景気がリセッションに入るっていう見通しについてそれを否定したわけですね。そういういいこともあってててニューヨーヨクダウの上昇が加速してきていますであの先週発表になった46月のアメリカの GDP ですけど2.4%ですね前期比年率の増加ということで。 どうううもアメリカののの景気ががこのままハードランンディングするというのとといは現状が違うとしぶととく好調ということ結局アメリカはソフトランディングの期待と AI 革命への期待ということで日本株だけじゃなくて米国株も強くなってきたということから2024年にかけて世界景気が回復するという私の,あのメインシナリオですけども可能性が高まったというふうに考えています。 でえっと、こちらはちょっとご覧いただきたいのがアメリカの長短金利ですね10年金利と2年金利とあと短期金利政策金利である FF 金利これを見ているんですけれども長短金利が逆転してからアメリカの景気は1年ぐらい経つとリセッション景気後退になるっていう経験則があるということがこれまでずっと言われてきたんですね。 えー、この短期金利 FF 金利と10年金利で見ると、まあ、去年ここら辺でで逆転してるわけですよね経験則だと逆転してから1年ぐらいして景気後退っていうことですともう逆転してからそろそろ10ヶ月ぐらい経ってますからそろそろ景気が後退するんじゃないかっていう経験則があるとこれが散々言われてきたわけなんですけどただ1980年代以降 ずっとその逆転した後っていうのを見ていただくと分かるんですけれどもあくまでも経験則っていうことは逆転した後景気後退したこともあるししないで持ち直したこともあるということなんですね要するに米景気がハードランディングするのかソフトランディングするのかということなんですで長短金利が逆転した後 ハードランディングしたことが多かったということなんですけれどもソフトランディングして持ち直したこともあったわけで今回がどっちなのかというのはそれは個別に今の現状を見ていく必要があるということです。でちょっとこちらもうちょっと長いタームで2004年のところから 見ていただいてるんです。これ上はさっきのあの長短金利ですね。10年金利と FF 金利だけ出していますけれども、それとニューヨークダウを合わせてご覧いただいています。で、えー、まあいつも話題になるのはこの2008年のリーマンショックですよね。その前、長短金利が逆転して、それから1年ぐらい経ってからリーマンショックが起こり。 えー、そして世界的なな金融危機、えー、不況になったとということですねだから長短金利逆転した後米景気悪化するっていうのを注意しましょうってたび言われるのがこのリーマンショックなんですけどちょっとこれ1980年代以降の例もいろいろあるんですけども、えーまあ、ここで見ていただくと2019年を見ていただきたいんですが2019年も長短金利が逆転して、えー、その後。 コロナショックが起こっってて世界的なな不況になっているとじゃあこれは長短金利が逆転した後ハードランディングした例かっていうと、まあ、結果的にそうなってるんですけどもただ長短金利が逆転したことと世界でコロナショックが起こったということの間には因果関係がありません。たまたま偶然そうなったというだけなんです。じゃあもしコロナショックが起こららなかったら どうだったかというふうに考えてますとこれ2019年の時の状況を見てみますと2018年の末から世界的に製造業の景況が悪化してきたんですけども在庫調整が終わり半導体の不況も終わりそろそろ在庫調整終わって景気が循環的に良くなるんじゃないかっていう状況にあったわけですね。でそここででコロナショックが起こったわけなんです でその後、まあ、えー、金融緩和を、えー、どんどんやったということで、えー、世界的に景気が急回復するわけなんですけど世界景気が V 字で急回復した理由というのも、えー、もちろんコロナの時に金融緩和をやったということもあるんですけどももう2019年の時点で、えー、世界的な景気悪化が、えー、終盤に向かってた半導体など在庫調整終わりつつあったということが、えー、あると思います。 でたまたま、えーまあ、そういうふうに起こったというコロナが起こったということですけどじゃあもしコロナが起こっていなかったら、えー、2019年は長短金利逆転してますけどその後ソフトランディングして、えー、米景気回復に向かったんじゃないかと私は思います。ということで長短金利逆転したから 必ず米景気は悪化するんだというような言い方をする方もいるんですけれどもそうではないということを心に置いておいていただきたいというふうに思います。で一方日本の金利先週ですね日銀が実質利上げをしましたということなんですけれども日本の10年国債利回り10年金利長金利を見ていただきたいんですが、まあ、日銀がずっと 0%前後に固定してましたんで0%近かったわけなんですけども日本のまあインフレが高くなってきたということから維持できなくなって去年の12月に長期金利の上限0.25%を0.5%に引き上げたということですねこれがこの上昇ただその後ですねアメリカでシリコンバレー銀行が破綻し地銀危機が起こったと。 いうところで、えーまあ、その不安から日本の金利も一旦下がったんですけども、えーまあ、アメリカの地銀危機も一巡し日本のインフレ率もさらに高くなってくるということでまた金利が上がってきてで今回この0.5%上限というのに目処というのをくっつけました0.5%が上限ではなくて0.5%が上限のめどだと。 言いつつ1%まで金利の上昇を容認する余地を作ったというのが今回ですねこれは私も事実上上の利上げだといいううふうに思います日銀はあのかつてもステルステーパリングステルステーパリングっていうのは、えーまあ、秘密裏にやる金融引き締めっていうことなんですけれども。 まあステルステーパリングをやってきてるわけですねかつてその国債を年間80兆円買い増ししてたことがあったんですけどもそれをやめるときですね国債の買い付け額を減らすよって言うとマーケットにショックを与えてしまうんで年間の買い付け額を80兆円をめどってめどつけたんですね80兆円買い増しするを80兆円をめどってめどつけたんです でめどをつけた後もうなしつく的に買い付け金額をどんどん減らしていったけれども、まあ、マーケットにショックが起こらなかったというんで、まあ、これステルステテルーパリング今回も、えー、金利の上限0.5%目どって目処くっつけたんですからまあ,あの結果的にはなしつくし的に金利の上昇を容認することになるんじゃないかと思います。もちろん今から米景気が えー、リセッションに入って世界的なあの、えー、景気後退になるんなら日本の金利も、えーまあ、上がらない下がるということになるでしょうけどもまあ,あのメインシナリオで考えている2024年にかけて世界景気が回復するっていうシナリオで考えると今回はもう事実上の利上げで、えー、日本の長期金利上昇していくというふうに思っています。ななお日日本本のの長期金利上ががっっったら日本株下がっちゃゃうんんじゃないいて不安すするる人もいるんですけど デフレのままま金利が上がが上ったら株下がりますでもインフレになって金利が上がるのは普通のことですからインフレになって名目 GDP の伸びが大きくなり企業の売上や利益が伸びてそれで金利が上がるっていうのならば日本株にとって大きなショックには私はならないというふうに思っています。で日本のインフレ率を見ていいたただきたいんですけれども こちらあの総合インフレ率とコアコアアイインンフフレレ率ですね総合インフレ率っていうのは CPI 総合指数の前年比コアコアインフレ率って言ってるのは、えー、CPI コアコア指数の前年比なんですけれどもこれあのエネルギーと、えー、生鮮食品を除いたインフレ率がコアコアインフレ率ですこれががままで上がってます。 エネルギーっていうのは輸入インフレですから日本にとってコストアップなんですけどそれはもう前年比で今はマイナスになっているの中で国内のインフレである高校インフレ率が高くなっているということこれは国民生活にとって厳しい内容ですけれども日本の企業業績名目 GDP の伸びにとっては極めて強い追い風になります。 で日米のインフレ率これ総合インフレ率で比較していただきたいんですけど日本は6月で3.3%米国は3.0%ですから足元日米のインフレ率が逆転しています米国は景気企業業績にとって悪いインフレが低下しつつあるというところで、まあ、日本にとっては景気企業業績にとって 追い風となるインフレが上昇しているということそれで、まあ、あのリスクはもちろんありますけどもメインシナリオとして2024年に世界景気が回復するというふうに私は予想していますのでそのシナリオを取ると、まあ、株にとって えーまあ、いい環境が続く株に対しては強気の、えー、投資ポジションを取っていくべきだというふうに考えていますただ毎回お話ししてますけども株っていうのは常に食安っていうのは、えー、これからもある株っていうのは、えー、急落急騰を繰り返しながら上がっていくものですから、えー、時間分散しながら、えー、少しずつ割安な日本株を買いましていくことが中長期の資産形成に寄与するというふうに考えています以上です なお、えー、今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。ありがとうございました。